目はグリーン方向でお願いします。はい、バンカー、そうですね、バンカーの方向です。左側のラフはちょっと林に落ちやすくなってます。左側のラフ、はい、完璧。はい、ナイスショットです。はい、ありがとうございます。おー、ナイスショー。完璧や。ちょっと薄かったけど、でも、うん、方向が良かったので安心してます。ちょっと狭いく見えますね。うん、やっぱり右も左もこう林がグッとなって、うんうんうん、こうくびれのようになってるので、うんうん、やっぱりちょっと見た目がこう圧迫感があります。確かに。ひささん、髪の毛が明るくなった。髪の毛の色がね、だいぶ今、うん、日差し浴びると抜けやすいのかな、カラーって。絶対そう。しかもなんか表面と内側の色がやっぱ違う、うん、やっぱ髪の毛も焼けるんだね、うん、でも私は今のこの明るい感じのリサちゃん好き。本当、うん、まだ照れる、やめてよ。えいや、ここフェアウェイ狭いっすよ。パワーファイブなのに狭い。木に当たって、うん、ナイス。ここにナイスキッズ。ちょっとね、攻めずに、うんうんうん、ロングなんで、はい、アイアン、木部アイアンで、うんうん、そうか、上ちょっと木が気になるよね、うん、じゃあやっぱ、はい、ありがとうございます、うん、もうちょっと曲がれ。惜しい、はい、ナイスアート。やっぱちょっと引っ掛けるのを気にした。ね、ちょっとね、小細工した今。ん？小細工した。でもやっぱつま先上がり引っ掛けやすいよね。うん、でもロフトも、うんうん、ロフトだったから、ロック前だったから、うん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 、はいはい、そんなに曲がんなかったね、やっぱ、うん、真っ直ぐで、真っ直ぐでした。170でキャリーで、あ、手前のバンカーですか。はい、そうです。はい、じゃあ、スリーウッドください。はい。よいしょ。あーっと曲がれ。完璧。木に当たるかと思った。ありがとうございます。最後曲がりが上がらなくなってきた。曲がらなくなった。木かかんないといいですね。多分大丈夫そうですね。多分越えたと思うんだけど、ギリギリか。ナイスです。はい。ここからね、うん、ちょっと楽しめるようにやってきたいよね。そうですね。ね、確かにね。ね。リサちゃん、二打目ミスだ。でもあそこからどう攻めるのか、ちょっと見るの楽しみ。そうですね。うん、まだ200以上あるよね、キャリーさん。そうですね、220近いと思いますね。ピンまで。バンカー入ります。バンカー手前だと170ぐらいが安全かな。170? はい、バンカー入れたらちょっとね、でもちょっとアプローチが上手だから、うん、アプローチで攻めるとこにレイアップしようかな。うん、
ね、こういう時やっぱアプローチがやっぱちょっと自信があると、うん、まあパーボールしなくてもいいかって気楽になれるよね、うん、それだよね、私の場合狙っちゃうかな、それアプローチも別に上手くないしみたいな。また漏れそう。なんなのゆうこ。UTC よりもウッド派。漏れそうだから。たまに。かかっちゃう。かかるかもしれない。でも近場近い。90ヤード。まあ確かに。まだ大丈夫そうな。ギリギリ大丈夫かな。うん。今伸びたら。転がっちゃうか。うん。ちょっとね薄かったね。薄かったですね。ラフ引っかかりました。うん、どっちかっていうと、うん、ラフが今ちょっと薄いところだったので、あ、なるほど。それでちょっと薄く入っちゃった。難しいですね。やっぱ冬の芝は。うん、冬の芝はね。ちょっとトップしたイメージと違うと思う。トップされましたかね。70ぐらい。70。うん、狙いはピンの、いや結構デッドで行きたいなっていうイメージ。はい、よし、おー、ナイスオン、おーおー、ダッド、ナイスオン。あれ？そのポーズ。待って。あれ？でもなんか今なんか自分の動画で見たことあると思って。さあ、篠田さんの。グリーン。出ちゃったのかな。そうですね。最初の下りは。ちょっと強そう。リサちゃんは下りの位置ではありますがナイスオンです。塩田さんのボールがちょっと参考になりそうな感じだ ね、 左だね、結構、うん、どのくらい転がるか。どのくらいだったんだ。これスライスでいいですよね。はい、スライスなんですけど、はい、スライスごめんなさい、膨らませなくて良さそうです、ね、そんなには必要ないです。はい、はい、本当だ、そんなに必要なかった、うん、ほとんどまっすぐ抜けてきました。本当だね。ちょっと切るな。でもナイスタッチ。うん。
とんまい。はい。ちょっとね、パターンヒット。ね。はい。狙いは。バンカーの。はい。バンカーの上から狙う感じですか？バンカーの上から、はい、はい、おお、うん、オッケー、ナイスです。落ちたところはちょっとグリーン狙いやすそうですね。じゃあ上に行ってみたらもうよしとします。はい。ミスの程度をね、少なくできればなと思ってます。はい、頑張ってください。はい、結構上げてますね。結構上げてる。ちょっと風が強くなってきたから、このマイクがボソボソ言ってないか心配です。風が大丈夫。ゆっこ顔赤いけど。赤い。鼻が赤くなってる。寒いですよ。今ちょっと若干涙なんですけど、ちょっとね、薄着すぎませんか？いやめっちゃ着てるから。首が寒そう。普段も着てるし。首がね。髪の毛短いからね。なんかこれでも届かなそうだよね。そうね。お、止んだところを見計らい、じゃじゃ攻めます。強風の中、強い球、どうだ、リサ、届かない。届かないな。風がすごい。やっぱでしたね。やっぱでしたね。まあでも、なんとなく分かりました、今ので、はい、今のリサちゃんのは参考になりました。やっぱり今見てもだいぶ戻されてるので、うん、普通にいいショットだったんですけどね。5番だとこう、浮き上がっちゃうと思います。なるほど。ちょっと低めに出します。はい、はい、おー、おー、それでも割と低めにいい感じでした、うん、けど、風が伝わるかな、はい、これ映像で。この私今ちょっとこれオーバーするんじゃないかなって一瞬思ったんだ。ちゃあちゃあ、はい、風が強いですけど、はい、どうですか。いや、なんかやっぱ思ったより吹いてきた。てか吹き始めが早い気がする。そうだね、午後ぐらいかなと思ったけど、こう結構もうワンクラブ以上手前に、うん、なってますよ、うん、だいぶショートだよ、うん、30ぐらいショートしてんじゃないかな。確かに午後は、はい、きついそうですね。ちょっと頭使わないとですね。はい、計算して頑張ってください。はい、やば、どうしよう。この距離もやっぱ変わりますか？変わるね。なるほど。難しい風との戦いです今日は。打ち込んで、あ、ミス。何ミス今の。薄かった。薄かった。こういうとこですよ。あ、ちょっと風回り悩みすぎたんじゃないですか。ただそうですね、うん、ちょっと悩みすぎましたね、はい、私の場合はフェアウェイよりも、はい、ラフの方がちょっと浮いてて、あ、打ちやすい気がします。あ、なるほど。下が薄いとちょっと打ち込みの隙間に入って、うんうん、ピンが効きやすいような気もします。あ、確かに、うん、
っと登ってそうです。登ります。はい。おお。ナイスアプローチです。最後ちょっとスライスしましたね。スライスしたね。フックだと思ってた。うん。しまったね。塩田さん。塩田さん。あらららあらららら。これはちょっとまずい流れです。終わりの予感。終わりの予感。登りの。登りだったけど、うん、まあただ単に打てなかったんだろうね。はい、よし、球をちょっとチェンジ、はい。チェンジしましょう。はい、追い詰められて。はい。強くなるなりますなので、はい、なります。はい、正方向ロング、飛ばしますか。いや、軽くいきます。いいね。軽く。ナイショ。ナイス。じゃあちょっと気持ちを落ち着かせて。はい。460のフォローのロング。ちょっとここは頑張ります。はい。気合を入れ直して。攻めます。塩田美希子です。髪を上げました。うん、よいしょ。はい、ありがとうございます。飛んでますね。はい、ありがとう。その時もそうだったけど、はい、やっぱりなんかショートパットをコロコロ外して、うん、で自分で自分をなんか追い詰めてる感じが。なるほど。今日もそんな気がします。打ち切れてない感じですか。打ち切れてないよね。ただ単にちょっと下手なだけなんだけど。いやだから試合とちょっと違いますか、いつもの。このなんか去年の後半ぐらいから、うん、ちょっとなんか違うなって自分の中でリズムとか速くなってたりして、うん、やっぱり試合でもちょっとスコアが出なくなってきちゃって。あ、なるほど。そう、でもなんかまあアマチュアだからいい時もあれば悪い時もあるかなっていうふうには思ってたんだけど、うんうん、まだちょっとその体勢が持ち直せてないかなっていうのは自分の中にあります。今までそんなにこう調子出ないなみたいなのってあんまなかったってこと？うん、あんまりやっぱり打ってもなんかまだしょうがないかなって思えるくらいのスコアだったけれども、うん、やっぱり最近ちょっといやこれは打ちすぎだよなっていうスコアが出てきちゃうので、なるほど、ちょっとね、うん、今波があんまりいい時じゃないのかもしれないけども、ね、うんうん、でも良くなるのも悪くなるのも自分次第なので、うん、そうですね、はい、ちょっと持ち直して、うん、暖かいしポカポカだしお日様出てるし、そう風がないとねポカポカなんだけど、うん、風がね、うん、ちょっと、ね、風が荒れたね、うん、はい、だから天気が大荒れになる前にちょっと持ち直したいと思います。わかりました。はい、どれかな。はい、近っ。近っ。オッケーオッケー。
ここしか映ってないの、ね、ちょっとごめんなさいね、ちょっとねズームしてた今ナイスショットでしたね。はいはい、なんかうん塩田さんが本調子じゃない気がするんだけど、今のね上りのそんなに曲がらない、ね、でもね塩田さんもでも、うん、ああいうパッと外すんだと思ったら、ね、そうだね、ちょっとなんか気持ちがそういうこともあるんだってね、そんなこともあるんだな、自分がああいうミスした時は、うん、いや大丈夫上手な方でもそういう時まで強みになった自分なってみました。でもまあ試合だから出るそうだねミスなんだろうね、試合っていうかそうこういう時にね、そうそう、これが普通のスマワリラウンドだったらスコーンって、ね、そう入ってると思うけど、そう本当に私も今の方では完全に捨ててた、うん、あこれはもう負けよ、そうね結構早めに認めてた、じゃあ戻しますで あとねいや何があるかわからないのがリンホルの街で、そうだね過去もそうだったからね、そうね、みほちゃんとりさちゃんのやつもね、そうなかなかだったからなかなかだったからね、3個ありそう何があるかわからない、お二人とも似たようなところにボールがあります。よいしょ、フォローに乗ってけ、おーはい、グッショウ、何だったの今ね、嵐嵐でしたよ、翔太さん乗ってました、ツーオンです、すごい8個すごいです、でももっと飛ばしたくて、うん、それ以上人数は頑張ろうと思ってます、すごいこれ以上さらにまだまだなんだ、まだまだです、私の飛距離、へえ。超ロングパット、はい、25ヤードありました、25ヤード途中まで上りで、そこからは平ら、はい、上りまではスライスで、そこからはまっすぐ、意外と残っちゃったんだね、今のトップは打たないで正解だと思う、ナイスタッチ、さあ4打目バーディーパットです、届け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 、惜しい、はい、どうも
3ホール続けて取れるところを取ってない。まあ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 追い詰められてなんとやらなので。そうですね、はい確かに、はい、追い詰められて強くなる、はい、なのでちょっと楽しみに見ててください。そうですね、ここからですね、はい